紹介の方お願いします、
本日のピックアップダンサーを務めさせていただきます56期生の大木耳と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。少しお話しするのは慣れてきましたか？はい、初めの頃に比べたら全然緊張してないと思います。と思います。じゃあ今日はリラックスしていきましょうね。はい、はい、それでは早速趣味を聞いてもいいですか？はい、趣味は旅行です。はい、旅行好きなメンバー多いですよね。特に思い出に残ってる場所とかってあったりするんですか？はい、屋久島です。私は小さい頃に毎年のように行ってたのでたくさん思い出があります。お、じゃあ何回も行ってるってことは、はい、何か目的があったり、これが思い出に残ってる楽しかったなとかありますか？あります。屋久島には主に登山目的で行ってました。苔に覆われた森の中や険しい道を歩いて頂上に着く達成感が大好きで楽しかったんですけど、私は動物がすごく苦手で、山を歩いてると山の中に猿や鹿がいて、それが怖くて毎回泣きながら登っていた思い出があります。毎回泣いてでも、はい、登りたい。はい、そうです。泣きながら。結構な回数登ったんですか？はい、結構屋久島はもう5、6回は家族で登って結構の頻度で行ってますね。皆さんの中に屋久島行かれたことある方っていらっしゃったりしますか？あ、お、いらっしゃったかな。ちょっとなかなかここからだと遠いのでね。でもいつか私もそういう自然豊かなところってなかなか行くの難しかったりもするので、はい、私も行きたいなーなんて。他に山登り以外に行ったこ、行く目的だったりってあったんですか？はい、ありました。あの、夏休みの自由研究の目的でも行ったことがあります。自由研究っていう名前が懐かしいですよね。どんな自由研究をするんですか？はい、私は苔を研究したりマングローブの研究をしに行きました。はい、頭いいですか？まあ、頭良くないんですけどそういうことを自由研究にするイメージが、私は工作とかするタイプの自由研究だったのですごい、はい、びっくりしました。苔の研究ですか？はい、苔を研究したんですけど、あの、正直あんまりちょっと今記憶にないですじゃあちょっと深くは聞かない方がいいですね。この話してた時、さっきメンバーで私苔育てたことあるって言ってもらいましたよね。はい、でもすぐ枯らしちゃった難しいですね。難しいですね。じゃあその研究ちょっといつか思い出してもらったら、はい、私に教えてもらっていいですか？そうですね、もう一度勉強してきます。はい、お願いします。自由研究してください。はい、はい、ちょっと楽しく盛り上がっちゃいましたが、はい、そろそろ準備もあると思うので、はい、これぐらいにしておきましょうかね。はい、はい、大木耳さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、新しい一面皆さん知れましたかね？そして今日初めての方は大木耳さん、名前を覚えて帰っていただけたら嬉しいです。それでは引き続きトワイライトパーティーお楽しみください。Oh,
次はアスタガールサです。皆さんも一緒に手拍子をお願いします。はい、ありがとうございます。ここにさんもポーズ
潮の流れです。違った国々の曲目が連続して見れて、どちらもアップテンポな曲で見ている側も踊っている側もとても楽しい演目になっております。はい、終わりですか？はい、ありがとうございます。今お話があったように、はい、ハワイアンズといえば皆さんフラダンスを想像したり、あとは動きの激しいタスチアンダンスを想像される方が多いと思うんですが、はい、実はポリティシアンダンスの中にサモアの踊りだったりニュージーランドの踊りがあるんですよね、はい、私たちも楽しんで踊っておりますし、はい、最近声出しが復活したし ね、はい、昔はやってなかったと思うんですけど、はい、声出し慣れてきましたか？はい、初めの頃に比べたら今は全然出せていると思います、はいはい、じゃあそんな声出しも一緒に皆さんと一緒に盛り上がりたいと思うので、はい、ぜひ手拍子などをして一緒に楽しんでいただければと思います。はい、ユミさんありがとうございました。大きな拍手をお願いします。本日の夜のグランドポリニシアンショーは20時30分からの公演となっております。皆さんぜひご覧ください。それではこちらのトワイライトパーティー、そろそろエンディングのお時間が近づいてきました。皆様にとって明日もきっといい日になりますように。禁止させていただきますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。